です。ものづくり長野。技術立国日本を支える長野県のものづくり、世界に誇るその技術の数々をご紹介します。県外とか海外から、まあ、いろんな稼ぎをしてくる一番の旗頭が、長野県の場合製造業ですから、まあ、そういう意味では長野県産業のいわば顔とも言える、まあ、存在だというふうに思ってます。県内の経済団体トップや安倍知事らで作るものづくり長野応援懇話会、今月11日に長野市内で7回目の会議が開かれました。長野県の基幹産業である製造業、ものづくりを情報発信で応援していこうという会です。まあ、長野県を一つの国に例えるならば、輸出にわたるもの、これの4分の3というのはものづくり産業が占めております。会議のテーマは長野県で作る。医療機器開発・製造のリバー製鋼西村会長による事例報告やメンバーによるディスカッションが行われました。10年後20年後のニーズを当例だけ予測して今動くかということが一番ポイントかなというふうに思っています。今年度からスタートした長野県ものづくり産業振興戦略プランも議題に上がりました。大きく3つあります。1つは医療健康、それからもう1つは環境エネルギー、そして最後の一つが次世代交通、この3つを考えています。今後成長が期待される医療健康、環境エネルギー、次世代交通、県内企業もこうした成長分野に挑戦しています。県としてもですね、やはりものづくり県長野、製造業の進展、まあ、これ全力を挙げて、取り組んでいきたいと思っています。現在ものづくり大賞長野2012を募集中。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。